通算本塁打868本の世界記録保持者王貞治さん、そして球界でただ一人3000本安打の記録を持つ張本勲さん、バッティングの達人2人が松井選手を大分析です。まず王さんの目からご覧になってどのように評価されますか？そうですね、とにかく久しぶりにその遠くへボールを飛ばせる選手がね入ってきたなって、特にまあ左バッターでは久しぶりでしょうね。バットをバットとしてガツンってね、ボーとして振るんじゃなくて、やっぱりこうなんていうんですかね、あのバットヘッドを遅らしておいて、ムチでいうこのしなりとあるでしょ、ムチは最近は遅れてきてパッっていう、そういう感じ の、まあ、あの使い方ですね。ですからリストが柔らかくないとちょっとそういう打ち方できないんですけどね。やはりバットをしならせるっていう意味では高校時代の清原君と、まあ、今のね、松井君と比べたら松井君の方がそういう部分は持ってるように思いますね。しなるようなバットの使い方は清原選手を上回ると断言する王さん。さて張本さんは松井選手をどのように見ているのでしょうか？まあ、ワンちゃん今清原君とね比較しましたけども、同じ左としたら、まあ、掛布君をちょっと大型にしたような感じのバッターなんですね。ですから、まあ、巨人に本当に左バッターがワンちゃん以来長距離バッターが出てきたと。ただ直した方がいいというところが、まあ、2点ぐらいあると思います。ステップした右の足がちょっと難点があるし、ステップした右の足、右の足がね、はい、それと、右の腕がですねちょっと使い方がもう腕力だけでこの使ってるという感じですね。正しい使い方すると非常に強力なねこのスイングができるようになりますからね。その強打者というよりもね怖いバッターになってもらいたいんですね。相手ピッチャーがね嫌だな、いやらしいなというようなバッターよりもね、立った時点で怖いなというようなバッターにならないとね、またそれだけの彼は力を持ってますから、ですからさ、あの夏は残念ながらフォアボールね、あの5つフォアボール出されて、まあ、バット振れなかったっていうんですけどね、まあでもそれだけにやはり対戦するピッチャーっていうか相手の監督も含めてあれだけ怖がられるっていうのはね、やはりそれだけいいものを持ってるんではないかと思いますよ。守備としてはですね、どういう使い方が一番王さんは、まあ、足はあるということですしね、それなりの肩はあると思ってるんで、まあ、外野でもね十分まあ使えると思いますが、テストしてみればいいですよ。外野の適性があるか、やっぱり内野がいいのかね、あるいは素晴らしいと、これは間違いないと言うんだったらいきなりサードということも考えられますよ。そういう起用方法も長嶋さんならやりかねますね。私はその方を期待してますね。今はね、ホームランを打ちたいっていうかフライの大飛球を打ちたいということで下から打とうという感じが出てますからね、それを逆に上から打ってね打球を上げていくというそういう振り方を身につけてくるとね、ますますあの打球は速くなりますし、ポイントが前に出ますからね、より一層そのホームランが出てくるんじゃないかと思うんですね。面魂がいいですよ本当に、大したもんですよね。期待してますよ。どこを攻めていくかって、もうはっきり言いまして弱点はね、内角の高めと内角の低め、膝元、この工程をいかに使うかが彼を攻略する大きなポイントだと思うんです。その1球でもいいから内角に来た変化球を強振するってことですね、引っ張り切る。そうなると投げてる今度はピッチャーマウンドからすればね、一つ間違えていけばホームランだってすごくまず不安感気持ちの中でマウンドで持つんですよね。そこを克服するととてつもないバッターって言いますかね、本当にね当たった瞬間のヘッドスピードの速さといい、これは本当すごく魅力ですね。